助けるか。あれ、あ、来る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 。透明じゃなかった今の。あ、来た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 。すごい、なんかすごい来てる。早い、早くない？あー、もうそうよね、絶対そうよ。あー、もう喋りかけるから。え、私好きと楽しいをシェアするデートなゲーム部です。クリッキーです。大辻です。よろしくお願いします。なんでちょっと漫才風ちょっと慣れてきたな。うん、いいじゃないですか、うん、前回よりも、はいはい、うん、で今日もデッドバイデイライトでしたっけ。全然慣れてへん。デッドバイデイライトの、はい、プレイをしていきます。3回目ね。3回目ですね。3回目、はい、で前回はあの前々回よりもちょっと成長して、うん、あの5分ぐらい長く現場にいることができたので今回は人を助けるか、うん、発電所、うん、発電機、うん、発電機を回すのをちょっと目標にしてやっていきたいと思います、うん、どっちかを達成させよう。そう、絶対どっちかはやろう、うん、頑張りましょう。頑張ります。いや、頑張って、はい、私は何かできるわけじゃないんで、はい、頑張ってください。ちょっとなんか新しいアドバイスをもらえるように頑張らないと。そうやな、確かに、うん、前進してもらわないと、はい、アドバイスするにもできないんで。そうですね。大津さん兄弟いますか？妹がいます、うん、僕一人っ子なんで。ほうほう。ゲーム中に喋るってこと多分やってないんですよ。あ、そうなん。はい。あ、なるほどね。そう、一人っ子やから逆に喋るんじゃん。いや、やんないよ。喋んないでしょ絶対。誰が一人でも喋ってるやん。ずっと喋ってるからだって。そうですね。お、なんか出てきた。お、いいですよ。はい、いろんなキャラがいますね。あ、結構みんな初心者じゃないですか今回は。そうなん。あ、レベルがね。そう。あ、確かに確かに。1の人たち。初心者同士。初心者同士頑張りましょう。ね、一致団結して頑張っていきましょう。この気持ち届け。これ敵のレベルみたいなのっていうのは分かんない。ああ、多分見られへんと思う。あ、見れないんだ。うん。でも多分同じぐらいのレベル感の人とマッチしてるはずやね。もうそもそも仕組みとして。あ、そっかそっか。そうそう。僕もあのスマブラを。あ、ほんまや。やってるんですけどね。うんうん、ずっと。でなんかスマブラもそうやんな。そう、スマブラも同じぐらいのレベル人がやってて。うんうん、でも家で俺スマブラやってる時は確かに喋ってるかもな。まあ、喋ってるってだから、うん、喋ってんねん。喋ってるのかなんかクソとかだけずっと喋ってるか。喋ってるって言わへん。ね、喋ってそうだよ、ね。あ、うん、始まりました。お、ちょっと明るいところで。あ、本当だ。日中や、日中。見やすい見やすい。すぐ右に発電機ありましたね今。あ、右にあるね。うん。あそこ。あ、これか。それそれ。よし、早速。早速。あ、目標達成に向けてね。そうそうそう。でさ、右側にさ、うん、あ、ちょっと、しゃべりかけるから。え、私の方に。あ、来た来た来た。すごい、なんかすごい来てる。早い、早くない？あ、多分逃げたのよ。あいつ透明になるやつ。おお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 お。あ、もうそうよね、絶対そうよ。仕方ないよ。なるべくこの、物、何？この障壁？何？物の、なんか内側、インコース、インコース攻めたり。あ、なるほどね。逃げたりとかするとうまく逃げれる可能性がある。あ、そういう工夫がある。そうなんだ。なるべくこう左右に動くとか、うん、ああ、なるほどね。そうそう、要はキラーがあれ来た時に当たらないように、うん、キラーあんな光ってたっけ今まで。なんかキャラの特性。あ、じゃあなんかすごいよ。すごい光ってたらすごいよ、小学生の考え方。強そうとか光ってるやつ欲しがるやつ。そうそう、キラーによってまた特殊なそのスキルだったりとか、特性があったりするから。あ、助けに来てくれそうやね。うん、助けて、助けてほしいな。ちなみに今回のキラーは透明化できるキラーだから、はいはい、まあ厄介ですね。一旦逃げた方がいいよ。一旦その場から、現場から離れる。これでも物陰に潜みながら隠れて、ピンクは何これ。ピンクがあれや、キラーや。あ、ピンク嫌い。今から釣られちゃったお友達。あ、そっかそっか、うん、あ、発電所だ。どっていいよ、行ってみる。助けるか。あれ、あ、来る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 。透明じゃなかった今の。え、あ、ね、あ、さっきのやつだ。そう、燃えてんな。すごいな、強いぞ。ちょっと釣られるスピード速いんちゃいます。お兄さん、ね、お兄さんちょっとちょっと狙われてんのかな。うん、でもありえる。あまだ最終局。ああ、もう、
あと1回で終わりだ。もう終わり。はい。友達来てくれるかな。キラーの戦術として、うん、1人を狙っちゃうってことらしいんですよ。あ、そうなんだ。うん、完全にカモだと。あ、やばいやばい。友達もやばい。なんか友達フラッシュライト、なんかライト、ね、ライト焚いてる。あ、やられてる。あ、やられた。やられるんかい。これは何なんだろう、あのライト。キャラもつける。なんか悪霊大佐みたいな感じだった。体重出ると思う。あいつやっぱ強いな、あの透明が。うん、心臓音も聞こえない。あ、そういうことか。分からない、透明帰ったら聞こえへんじゃん。一人で頑張ってるもん、ね。いや、それって誰が？あの、キラー。そらそうやろ。キラーは一人しかない。あれ、一人なんだ。あ、キラーは一人なんだ。一人で頑張ってるもんな、やばい。あ、そういうことね。1対4やね。この辺なんか発電所が多いから狙ってんじゃない？あの、それもあるかもしれへん。こう、巡回してる。うん、うん、しゃがんでみたりして。できれば、治療した方がいいな。体力を回復させるのがいい。あ、うんうん、いいよ。ういうえで、キラーの様子も考えつつ。おお、びっくりした。あ、やばい。あ、でも、まあ、お友達が今身を粉にして、やばいやばい。身を粉にしてくれてる。あ、でも釣られてるな。そこ、左側きっかけに来るから、バレへんように注意ですね。でも、バレてるかな。いや、どうだな。うん、際どい。キラーの方が視野狭いな。あ、そうなんだ。そう。へえー。透明だから。あ、おる。来た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 。うせや、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 やめてや。建物。もうもうこれ3回目。これ3回目だ。で、ちょっとまあ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 。あ、お友達。あ、すごいすごい。すごい。電気電気電気、何あれ。あれ、なんやろな。あ、いいよいいよ、もがけもがけ。これもがいて助かるケースもある。まあ、例えば、そうやな、あの、もがきゲージが満タンになったら、うん、あの、落としちゃうキラーが。あ、そういうことね。その隙に逃げたりとかできる。なるほど。死んじゃった。死んじゃった。見せば、よし。そう、難しいな、やっぱり。あれな、もう、あの、3歩進んで、2歩下がるっていう感じやな。うん、あ、ポイント今回は、あ、まあ、ぼちぼちでぼちぼちで、ぼちぼち、うん、ぼちぼちってことにしとこうか。そんな感じかな。はい、はい、見せ場ゼロです。見せ場ゼロ。ちょっと、練習しないとな。そやな。練習します。そうしよう。もっと、うん、プレステ買うところから始めてもろて。あ、そうだね、まずは。まさかの。うん、プレステ買ってから、はい、頑張りたいと思います。ぜひ。はい、はい、じゃあこんな感じで。こんな感じで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバーイ。